水古天皇は日本の第三十三代天皇。在位期間は三十六年、古事記では三十七年で、歴代天皇の中では最初の女性天皇。最も在位期間が長い女性天皇。最も長生きした女性天皇である。また、女性君主は当時の東アジアではまだ見られなかった。意名は、ぬかたべの王女。和風死亡は、と読みけかや村。 歌式屋姫村とも称される。寒風志号の水古天皇は、代々の天皇と共に、大海の御船によって名付けられたとされる。古事記ではこの天皇までを記している。天皇号を初めて用いた大王という説もあったが、1998年のアスカイ家工房遺跡での天皇の文字を記した木冠が発見されて、以降は天武天皇が、 最初の天皇号使用者との説が有力となっている。また、漁子短礼であり、政治感覚に優れていたという。第29代、金明天皇の御子で、母は、大臣、蘇我稲目の女、北志姫。第30代、美達天皇は、伊坊兄で夫でもある。第31代、陽明天皇は、同坊兄。第32代、須春天皇は、伊坊帝蘇我馬子は、 母方のおじ、日本初期水国に、よういく、ぬかたべの王女死職丹霊神式生、年18歳率ため、定中倉太玉の式天皇の皇后34歳、な倉太玉式の天皇、法とあり、死職端麗しく、虚祖動作は乱れなく整っており、18歳でイボ兄の定中倉、太玉の式天皇皇后となり、34歳の時、 平中倉太玉の式天皇が崩御した。日本初期美達期では、金明天皇32年に、イボアに、ヌナ倉太玉式の王子の日となり、美達天皇4年11月の皇后、広姫の崩御を受け、美達天皇5年3月10日、皇后に建てられた。美達14年8月昨のととりついたちおの礼に、美達天皇が崩御した。 美達天皇との間にと同海子王女、武田巫女、小魂伝王女、尾張巫女、田川王女妃、桜井弓張巫女らに南男女を設けた。陽明元年夏5月、美達天皇の貧窮に、異母帝の穴穂べ王子が侵入し、皇后を犯そうとした。長身、三輪逆に助けられたが、逆は、穴穂べ王子に同調した、物ノノベモに追い詰められ、殺された。その後、 陽明天皇が二年ほど後位にあったが、陽明二年四月木の富一日水の投資に放御した後、あと、穴ほべ王子を押す物ノノベモリアと初瀬部の王子を支持する、蘇我馬子が戦い、蘇我氏の勝利に終わった。そこで、ぬかたべの王女が御事との利を下して、初瀬部の王子に即位を命じたという。しかし、五年後のたたり春五年十一月希望一日、木の富には、須春天皇が、 孫の指図によって暗殺されてしまい、翌月である12月人身ついた地希望に、先々代の大きさきであった、ぬかたべの王女が、孫に壊れて、土曜裏宮において即位した。時に彼女は39歳で、史上初の女性の大王となった。その背景には、水古天皇が、実施の武田美子の擁立を願ったものの、 美達の最初の大きさきが生んだ、押坂の彦人体系美子の擁立論が、蘇我氏に反対する勢力を中心に強まったために、孫と水子天皇がその動きを抑えるために、武田美子への中継ぎとして即位したのだと言われている。水子天皇元年4月10日、老いの馬やと王子を皇太子として満期を、節域させたとされる。昭徳太子の父は、陽明天皇、母も、 イボイモロトのアナホベハシ橋ト王女の間柄であり、これが武田巫女なき後において天皇が聖徳太子を起用する背景になったと見られている。水戸天皇は頭脳明晰な人で皇太子と大臣孫の勢力の均衡を保ち、豪族の反感を買わぬように巧みに王権の存続を図った。在中は蘇我氏の最盛期であるが、大王は外籍で重臣の孫に対しても、 国家の利益を損じてまで情報したことがなかった。ずっと後のことではあるが、水古天皇32年、孫が和の六県の一つである、カツの県とされるの支配権を望んだとき、女帝は、あなたは私のおじではあるが、だからといって、公の土地を詩人に譲ってしまっては、後世から愚かな女と評され、あなたもまた不中だとそしられようと言って、この要求を拒絶したという。 このように公正な女帝の知性のもと、聖徳太使はその才能を十分に発揮し、下に十二回、十七条憲法を次々に制定して、法令、組織の整備を進めた。水古天皇十五年、小野の妹子を随に派遣した。中国皇帝から政権の正当性を付与してもらう目的で、過去にもたびたび施設が派遣されていたが、初めて日本の独立を強調する目的で施設が、 派遣された。翌年からは、入理の施設に学問生、学問像を同行させた。また、水古天皇2年に出された、美帆山上氏という御琴のリが示しているように、女帝は大使や孫と共に、仏法交流にも努め、怒るに法隆寺を混流させたりした。水古天皇28年、聖徳大使と孫は天皇旗国旗を編纂して献上したが、 二年後の同三十年二月二十二日に、大使が四十九歳で皇居し、さらに四年後の同三十四年五月二十日、蘇我馬子も亡くなった、水子天皇三十六年三月七日、七十五歳で、小魂天宮において崩御。死の前日に、女帝は、美達天皇の着尊田村美子を枕元に呼び、謹慎で物事を明察するように悟し、さらに、聖徳大使の子。 山城の大慶王にも他人の意見を入れるように今めただけで、後継者の指名は避けたようである。水古天皇磯町、山田領、武田王子母領は、宮内庁により、大阪府南川地軍大市町大和山田にある磯町、山田領に事情されている。この武田御子との合奏陵母で、宮内庁上の形式は、片九。遺跡名は、山田高塚古墳で、古墳。 または、長宝墳である。日本書紀では、水古天皇36年3月の宝御の後、同年9月に遺書により、武田巫女の寮に葬ったとするが、所在地、寮名に関する記載はない。一方で、古事記では、五寮在王のお鏡、後千家長大寮なりとして、王のお鏡か,から、家長、大寮への改装の胸が見えるが、こちらには、武田巫女との合葬に関する記載はない。 縁起式諸領領では、水古天皇領は、遠領の磯町、山田領として記載され、河内国石川郡の所在で、町域は東西二町、南北二町で領子一煙、守子四煙を毎年当てるとする。不創略起では、公平三年に水古天皇三領で洞窟があったという。その後、玄禄の丹領の際には堺武与が原料の存在を報告している。 なお、原料近くの双子塚古墳を、真さ捧ぎに否定する説もあるほか、改装前のさ捧ぎについては、上山古墳に否定する説がある。また皇居では、高麗殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている、在位年と西暦との対象表、ぬか食べの王女に関するカテゴリー、ありがとうございます。